ちぐはぐって時がありましたからね。はい、さあ広野ブロード、これをブロックしました。そして斉藤、グリーベが上げる、マラナが決めました。今のような打ち方ですよ、はい、クロスに向いておいてブロックの端を狙ってポーンと出すブロックアウトですね。14対14、ジュース、そして斉藤、どうですかこの、ね、打つ表情なんか見てましてもね、堂々としてますね、もう14対14ですごいフラッシュがたかれました。さあ2段になります。マラガ、ファイカーアウト、ワンタッチがワンタッチがあったか、あヒロにワンタッチがありましたね。主審のフランスのマーティーさんが5番を、告げました。14対14、ジュースでペルーのサーブ、頑張れ日本、バボちゃんもスタンドから応援です。中田、テハーダはライトでエレディア、うん、この打ち方ですよ、ライトからクロスに向いてストレート、うまいですね。さあここでまたガジャルドがコートに戻っておりますが、そういえばあのエレディアはソウルオリンピック準決勝でも、はい、あのライトから揺さぶり攻撃を見せたんです ね、 日本戦では。マスがよく追った佐藤、さあこのボールを中田はマット、テハーダ、マラが飛び込んだ、中田、ここのフォワードがヒロと、それからマスコット、佐藤がフォワードいますけれども、これが日本で一番弱、今弱いところなんですね。はい、そうなんですね。さあペルーが1回目のホットポイント、返せない、リードされたペルーが逆転で16ポイント。